トベナンバーアイ、ロゴ問題めぐりコメントザボナズトップの類似して旧化粧なり全文題なり。滝沢秀明氏が設立した会社、トベが11月20日、公式 XQ ツイッターを通じ、ナンバーアイのグループロゴ問題についてコメントを発表した。岸形トベナンバーアイのグループロゴ騒動めぐりコメント。 ナンバー I のグループロゴをめぐっては、ロックバンドザ・ボナズへのグループロゴと類似していると SNS などで指摘されていた。この問題を受け、とべ、は正面を通じザ・ボナズをとファンに謝罪した上で、ザ・ボナズ所属事務所、ペラドックス、と話し合いを重ねたことを報告。 それぞれのファンの皆様と旗印お互いに何よりも大切にし続けるという点で共感し今後もナンバーアイのロゴを変更することなく活動を続けていくことを合意いただきました。とし、ナンバーアイは現行ロゴと共に活動を重ねていくという結論に至ったとした。またザボナズオも同日グループの公式 X に書面を掲載し、同問題に言及。 グループロゴについては、みんなで確認したけど俺たちとボーナーが10年以上背負ってきた N ロゴと確かに似てはいるなぁと思った。だからみんなが不安に思った気持ちもわかるよ。ありがとな。と率直に綴った上で、でもロゴは似ているようで違うものだし、それぞれがそれぞれのロゴにプライドを持って掲げていけばよいんじゃないかなと思う。と述べた。 最後には、つまり何が痛いかっていうとボーナーは何も心配をせずこれからもザボナズへのサポートをよろしく。ってこと、とファンに呼びかけている。モデルプリス編集部。岸型平野の仕様神宮寺優太、岸優太所属、ナンバーアイ。ナンバーアイは、平野の仕様神宮寺優太、岸優太で結成された新グループ。 三人は、2023年5月22日に勤務。リンチェを脱退後平野と神宮寺は7月7日、岸は10月15日に東米、飛べ、合流したた。岸士型滝沢秀明氏設立の新会社、飛べ。滝沢氏は2023年3月に自身のツイッターの生配信にて、アーティストをプロデュースする新会社、飛べ、の設立を報告。 ナンバーアイのほか、7月の生配信では2日に三宅県、14日にイムップ、9月17日には北山博光の合流が発表された。菱形ロックバンドザ・ボナズ。2011年11月11日より指導したジェシーへのマルチエンターテインメントプロジェクトスタンドアップ。プロジェクトを通じ、ジェシーザ・ボナズをとして活動開始。 ハードコア、オルタナ、エレクトロからフォーキー、ブラックコンテンポラリーまで多彩な音楽性を展開してきた。2013年、9月バンド名をザ・ボナズに一部変更。11月には、ジェシー、サウアイ・ヨア・ヒー、ザックス、中の4人で歩み出したザ・ボナズにふさわしい、4人の立ち位置を表現し重なり合った特徴のある N をモチーフにした新しいロゴを発表。 2019年12月、音楽の方向性を理由に中が脱退し、2022年4月、サポート偽当だったコーキーが新メンバーとして加入した。菱形ナンバーアイ全文。ナンバーアイのグループロゴに関しまして。 弊社所属アーティストナンバーアイのグループロゴにつきまして、株式会社トベとザボナズ所属事務所株式会社ペラドックス様と話し合い、方針を決定しましたので、ご報告いたします。ザボナズへの皆様とファンの皆様には、長年、旗印として愛されてきたロゴに関して、お騒がせしてしまったことをお詫びいたします。 株式会社ペラドックス様との話し合いでは、ザ・ボナズ様と同様に、ナンバー・アイもこだわって制作したロゴに込めた思いは強く、ファンの皆様と共に現行ロゴで歩み始めたいと考えていることをお伝えいたしました。その思いをご理解いただき、それぞれのファンの皆様と旗印を、互いに何よりも大切にし続けるという点で共感し、今後も、 ナンバーアイのロゴを変更することなく活動を続けていくことを合意いただきました。ナンバーアイは現行ロゴと共に活動を重ねてまいります。今後ともナンバーアイをどうぞよろしくお願いいたします。2023年11月20日株式会社トベ、菱形ザボナズ全文、ザボナズ音ナンバーアイのグループロゴに関して、 サボナーズオートナンバー、アイのグループロゴについて SNS 上で騒がれていることを俺たちのファンであるボーナーを通じて知りました。みんなで確認したけど俺たちとボーナーが10年以上背負ってきた N ロゴと確かに似てはいるなぁと思った。だからみんなが不安に思った気持ちもわかるよ。ありがとな。 でもロゴは似ているようで違うものだし、それぞれがそれぞれのロゴにプライドを持って掲げていけばよいんじゃないかなと思う。それにザボナズを応援してきてくれたボーナーなら間違うなんてことないっしょこれも何かの縁としてファン同士がお互いの音楽を知るきっかけになったら素敵なことじゃん。彼らの楽曲が出た際には俺たちもチェックしてみるよ。 つまり何が痛いかっていうとボーナーは何も心配をせずこれからもザボナズへのサポートをよろしく。ってこと。来年46幕張メッセスイットーンでみんな集合だぜーぜ二2023年11月初カザボナズ。ノットスポンソード記事。モデルプリス。